今日愛知県で開かれた新型コロナウイルス感染症対策本部会議では大村知事や専門家らが今後の感染者の動向などについて意見を交わし第7波のピークは終えたという見解を示しました一方で病床使用率が昨日時点で75%を超え院内感染も広がっていることなどを受け期限を明日までとしていた BA.5 対策強化宣言について来月30日まで延長することを決定しました 医療機関の負担を減らすために事業者や学校に対し陽性・陰性証明書を求めないようお願いする内容が新たに盛り込まれますまた大村知事はあさってから学校が再開することについて子どもの感染の再拡大を懸念し引き続き感染防止対策の徹底を呼びかけています